どうもこんばんは。仁王やってます。ペンタです。まだ東海編にいますが、これでようやく最後っぽいですね。江戸城の城門は、ケリーの術により固く封じられ正面からは入れぬ。ここは急がば回れ。わしに一つ妙案がござる。いささか汚い寺が致し方あるまい。ということで、まだ服部半蔵も、江戸についていなかったと。まあ、これが終わればおそらく江戸でしょう。さあ、行きます。多分なんかそんなに長いミッションっていうよりかは結構敵を倒しまくる感じだと思うんだよね。ん？あ、いや、江戸城なのか。これ城の中だね。城の中だね。ちなみに私のウィリアムは防具、ようやく変わりました。普通の鎧の赤い装備はね、ちょっとさすがに、そろそろ防御力がきつかったので、あ、無理だ、3万か。うん、なんともね、迷いそうなステージ。今は何も口に含む気になれぬ。何？なんかあれか。ってことはあれだ、回復できなくなるみたいな、そういう状態以上なのかな、これ。何ですかこれは。これどこまで来てくれるんだろうな、このクソの人。分岐がありすぎてね、分かんないんだよね。こっちの女はさ、属性武器持ってやがるよ。しかもワンパンだし、このぐらいゴミを捨てていこう。がっつり捨てていく。本当は奉納したかったんだけどね、ちょっとタイミングが悪かったね。うわ、やべ、鬼いる。バレたか。やばいな。これ後ろもさ、誰かいるでしょ。おお、出てきてない。いやー、しかもあんま回復してねえな。やべ。うわ、これ回復量全然ないじゃん。いやー、しかもきついか。なんとか倒したけど、慎重にいかないとこれやばそうだな。あんま戦略使うべきじゃないな。一回上上がろう。上エリアは多分この泥水がねないんでね、綺麗なんですよ。これちょっと時間を使って、このクソ玉っていうアイテムが結構いっぱい手に入るんだけど、多分これなのかな。あ、と思ったら治ってる。クソ玉どれ？あった。あー、違うか。これは相手をクソ状態にするだけだわ。自分を治療するやつではないみたい。おっと、シャガール、ラッキー。ここは一旦寄っておくべきですね。よーし、しかもレベルアップできると。どうしよう、武に1個振っとこうかな。侍スキルももらえるし、目に1回だけ振っとこう。さあ、これでようやく、あー、いい、よかった。マジで地下エリアほんとね、キモかったからな。ここ行けないんだ。布かぶってるとこは何なんでしょうね。不気味だ。誰も出ねえ。あー、なんかに気づかれたな。お、こいつじゃないのか。どっから撃ってる。
無事であろう。忠勝、本田忠勝ですね、有名な。関東有名な本田忠勝、ついにここで出るのか。とりあえずあの侍が怖いが、一旦無視して人間が立ちまくってんねんな。これあれだよな、紫のやつ壊した方がいいんだろうな。よし、でこいつは多分ね味方だと思うんだけど、で周りの敵も結構やられてるな。よしよし、だいぶ歩きやすくなった。なんか急に音がせわしなくなってきたんだけど、なんで？武士として陣中で死ねぬとはこの無念、いかにして晴らすか。なんか全然広すぎてあんまりね探索できてないけど、まあいいか。おに、やばい、うわー食らったわ。まあ仕方ない。あ、ちなみに今日は結構大立ち、久しぶりの大立ちメインでやってます。これ忠勝出るような気すんだよね俺。違うかな。うわームービー入った。いや来たな、これ、これ絶対来た。いやーさすがにかっこいいな。あ、決まってる。これは倒さないといけないパターンか。よし、かもガチで怠慢だけど、え待って、何その突進攻撃。なんか俺もね、あ、それそんな隙間はない。ダメ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 、全然無理。めっちゃくちゃ強いんだけど、めっちゃくちゃ強いんだけど、まあ弱かったら強ザメなんでね、忠勝さんが。さあ行こう、忠勝戦。突進攻撃がさ、マジガード不可なんですよ。何これ、てか横のあれだな、紫のやつ、これ壊した方が良さそうだ。ただこんな隙がない、隙がねえんだよ。なんとか、いやーこれ回復してくるもんな、危な。いやー結構ホービングするなこれ。いけるか、いやー壊れねえか。これ戦いながら壊すの相当きつくね。いや無理だわ、いけないいけない。ちょっとリーチが長いしな。一回小細工なしでまともにやり合った方がいいか。かっこいい、おお食らってくれるね。よし、この突進がさ、いや早い早い早い、これはいい、マジか。OK、やめろよ。いやー突進対決は分が悪いな、突進対決非常に分が悪い。おお何そういう技あんの。いやーこれかなり硬えぞ、しかもめちゃくちゃ回復してってる。やっぱりこれダメだね、怖そう、壊したいんだけどさ、忠勝さんが来るんだよね。チャンス、いや壊れねえ。とりあえず行こう。
でかいぞこれは。これはでかい。もう一本も壊したいな。もう一本も壊したいがあんまり隙がないな。引け、チャンス、今のうちだ。いやこれはいったっしょ。やられるのは仕方ない、仕方ないよ。はあ、しょうがないか。まあ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 、うん、ドアップドッケーな。結構シビアだな。また来るか。いや、きつ。いや、岩をやってくるが、これ冗談でいいのかな。冗談でいい。あんま距離取ると多分突撃が来るんで怖いんだ。怖いんだ、それは怖いんで、あんまり距離を取らずに行こう。いやースタミナがきつい、無理だ。危ねえ。鹿だな。こいつの守護霊はチャンス。よし、これはだいぶ削ったっしょ。ただまだ半分いってないんでね。あー、後ろ回り込んでればさすがに当たんねえか。いや、この槍欲しいな。この槍振りたりする。あ、よかった。OK、だいぶ食らした。きつい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 、きついです。いや、どこで来る。ガードが割れちまった。いやー、土属性のねこの攻撃よ。チャーンス、これもうちょいで勝てるな。ゴリ押しゴリ押しと思ったけど、これやべえな。やめてください。くっつ、ラストの戦略、チャーンス。スタミナが削れてくんないとね、きちんですわ。これ2つマジか。やめろよ。あー、マジかよ。だってもったいないことしたんだ。とりあえず大立ちでいこう。よし、とりあえず大立ちでいこう。そしてできるだけ近いところに戦う。やばい、ないです。いや、ほんと突っ込み早いな、これ。いやー、一回スタミナ削り切れればね、大チャンスなんだけど、どうかな。いや、マジでちょっと離れたところの間合いからね、来る。好きがマジで早いから、この辺りの間合いが一番危ない。順調順調、これ来るな。うわー、自分のスタミナがね。いや、もうちょいじゃね。いやー、出た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 。マジで4分、マジでごめんなさい。回復はないって言ったじゃない。ダーボイだから何ですか、何ですかそれは。取らせてください。いやー、とりあえず飲む。いや、現状これで倒していくのが一番いいよな。うん、この攻撃で倒してるのが一番いいと思うけど、サイヤ神がねきついんでね。いやー、これを避けられねえ。この辺の間合い怖いからな。やぶれられたけど、まあ大丈夫か。回復は良そうで、マジで。
回復の話が違うよ。オッケー、これは大チャンスでしょ。いや、傷を癒そうとするな。傷を癒そうとするんじゃねえ。マジでセコいからな、これ。これはもうちょいもらった。わー、しゃしゃしゃし、はあ、終わった。嬉しいわ。忠勝は本来ね、あの家康の部下なんでね。もあろうものが妖術なんぞに見られるとは、ここで腹を切らん。本来はまあまあ仲間のはずですから。それがし、あやかしには歯が立たぬ。三河武士とて同じ。ダメなんだ。ここは貴殿だけが頼りじゃ。忠勝でも勝てないんですね。お、そして東国武装の鎧、これはもしかして忠勝の防具じゃないの？ん？てかどこで終わるの？これボスじゃねえんかい。マジか。しゃーないですかね。うわー、これ初得かということは、ここでまあ中盤戦ぐらいだったってことか。騙されたわー。